うん、兄ちゃんもしあのあれやったらな、うん、万が一やで、うん、松原のおばちゃんとこ行けな。俺あのおばちゃん嫌いやからな。そんなん言うな。あのおばちゃんお前ええ人やとは見えても。結構きついもん。兄ちゃんが好かれてるか知らんけど俺嫌われてるもん。そんなこと言うな。お前なし食べ放題やぞ。そんなん関係ないやん。それとな、うん、まあええわ。何やねん気になるわな。うん、おいらな、うん、日本人ちゃうねん。きついやろ。マジにかなんだ。そんな今更言われてもお前何人やねん。兄ちゃん、かなんな。ミスターベイター、ハロー。ちょっとごめんな。今日なちょっと大変なことがあんねんけど、ちょっとパーティー行かなきゃんねんか。あんま時間ないねんけど、すごくね軽い、まあ、ホームパーティーみたいなもんやから、手ぶらで行ってもええんやけども、それもさ、やっぱりほらこうぶっちゃけた話、周りのもんは外人ってことですごく一目置いてるみたいなとこあんねん。うん、でこうなんか手ぶらで行くのもまあええんやけども、なんか欧米人ちゃうなみたいなとこ見したいやんか。うん、でちょっとこう軽い花束なんかあったらええなと思って、まあまあ時間ないねんけど、その辺ちょっとなんとかなるかな。ちょっとそれしてくれる。ごめんな、早押してくれる。時間ないからな。うん、あさあ今日はな、頑張ってな。そうそう、これな、また今日もこれな、こうやってな、こうやってこれこう袖通してな、でこれ持ってな、でこれドンドッド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 ドン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 。最近、園内の風紀が非常に乱れておりますので、皆さん、その辺を注意して、昨日も、警備員さんから、2、3、注意を受けました。皆さん授業が終わったらすぐ、帰宅するようにお願いします。はい、それでは先生、授業の方よろしくお願いします。エクササイズ1 トマンコトマートのトマンコエロティカ先生、授業の方よろしくお願いします。レッスン1モンキーモンキーのおまモンキーいたの？うん、ため息だって出る出る。だってよく考えてみろよ、今日も会場までバス移動したし、昨日も会場までバス移動、明日も会場までバス移動。
多分ジョルウィークも会場までバスへ移動するよ。毎日毎日同じことを繰り返して、俺じゃちっとも生きてる気がしないんだよ。それこそないよお兄ちゃん。こっちこっち。お兄ちゃん、お兄ちゃんは強いんだよ。よく聞いて、強いよ強いよ。強いお兄ちゃんが。お兄ちゃん強いよ。お兄ちゃんこれ割ってみてよ。やめてくれよ、危険だよ、電気るわけないよ。弱虫ケけたもの。ちょっと俺がやって。カッパカピカプカペカポナータ、あなたと食べたいカポナータ。カッパカピ。すいません、僕嘘ついてました。僕寿司も天ぷらも鍋焼きうどんもペロが出るほど嫌いです。こんなスカスカした布切れいりません。僕が寝ると肌ぶりジーパンで。何なのこの人。髪と木だらけの建築も木がミニマ。あと一つだけ推理間違ってます。冬木さんを脅した道具はナイフなんてやばんなものじゃありません。枕元にこいつがないと安眠できません。日本のことわざで一つだけ好きなのあります。泣かぬなら殺してしまえホトトギス。あの女もお前らも僕の前ではホトトギス。おお、鼻が折れちまった。いって。ふん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 へへへサブウェイっていう棒。もう言ってるやん。言ってもうた。
ったやん。そこで、うん、某サブウェイでね、見た、外人がよく来てた。四つ葉のサブウェイは外人がよく来てて、もうサンドイッチもたもう俺たちは毎日食べてるのに、もう東京にはサンドイッチ屋が少ないよっていう雰囲気の外人がいっぱい来てて、うん、そこでまあここのサンドイッチはまだ食べれるかなみたいな顔のね外人がいっぱい来てて、あそこで聞くんですよ、お嫌いな野菜はありませんかって聞くんですよ。お嫌いな野菜はありませんか、その時普通日本人だったら、人間ならね、いやないです、そうじゃないですか、いやないです、そうじゃないですか、まあそうね、これをね、まあ、外人っていうのは日本語いろんな角度から切りますね。こう来ました、お嫌いな野菜ありませんかって聞いてました、お嫌いな野菜ありませんか、全部大好きです